久保さん、これじゃあ、フェンピシアっていうね、薬なんですけど、ハゲ薬ですね。ま、あの、薬を飲んだら、生えるのかっていう、やってみないと分かんないんで、まあ、半年ぐらい飲んでるんですけど、まあ、頑張ります。<laughs> まあ、とりあえずね、1年ぐらい飲まないと、どうのこうのっていうのがあるので、まだ半年なんで、まあと、とりあえず飲み続けてみようかなと思います。まあ、これもね、やってみないと分かんないと思うんですよ、1年後。まあ、生えてんのか、生えてないのか、続けてみないと分かんない部分はあるじゃないですか。 で、やっぱ多くの人が、その、即効性を求める傾向があるんですよね。すぐ結果を求めると。でも、すぐ結果が出るものって、そうそうないですよ。これは自然の原理原則でもそうなんですけど、種をう植えた瞬間ね、いきなり花咲くのかっていうと、そんな植物ありますないっすよ。でも、それをなんかみんな求めるんですよね。種をまいた瞬間、花咲かすみたいな。まあ、そこに水も必要だし、光も必要だし、いろんなことが重なって、徐々に、ね、芽が生えてね、 で、目が生えて葉っぱが出て葉っぱで光合成してちょっとずつ伸びていくみたいなそれが自然原理原則なのでまあそれをそのワープするっていうのはまあ難しいと僕は思うんですねただ今後その AI が発達して働かなくてもいい時代あとはその政府のねやり方も変えてまあお金を支給しますよみたいな話になって働きたい人だけ働きましょうみたいなで最低限の全部生活はできますよみたいなとかもうもはやまああの 人間のその意識っていうのが、ね、なんだ、バーチャル空間に行って、まあ、永遠の寿命を手に入れる。飯食わなくても何しもな、ね、い。そのバーチャルの空間で永遠の命を手にして、で、それで楽しく生きていくっていうことだったらまた違うんですけども、今の世界観で言うならば、まあ、そういうのはまだ現実化してないので、なんかあの、自然に、自然に自然、自然の通りに自然にやるっていうね、いうことしかないのかなと。 花を探したいんだったら、種をまく、水をやる、光を浴びさせる、そういうね、土を、まあ、種を植える前に土耕すわね。そういうことをやらないと、まあ、今は無理かなと思いますね。い,いってらっしゃい。